えー、リサイクルジーンズのをしていると余りがいっぱい出てきますので、そんな小さいところを利用して、こういうボロボロのところなんかも利用して、ガ、え、マ、ー、口ショルダー。これを作りたいと思います。ミシンも針も使いません。まずこの口金。口金10センチのダイソーで買いました。 この中にこれ型紙が入ってますからこうして型紙をカットします。下の点線のところはカットしてないです。そのままになってます。そしてこれを半分に折って A4 の紙も半分に折ってこうして上を合わせてしっかりダブルクップで留めました。そしたら下の方、下の方に3センチ足しました。 これはまあ好みですから何センチでもいいんですけども、まあ、だいたい今回のは全体が高あ長さバッグの長さがこれ20センチぐらいになっていますそ底の方底の方を少し大きめにしましたこれだと小さいもんですから少し幅を広げてこうして広げました下10センチにしました そしてこの角が仕事しにくいので少し丸くしておきますけれどもこれも大きい丸カーブがもっと大きくてもいいわという人は大きくしてください、まあ、四角だとちょっとやりにくいと思いますそして上も写しました上がとっても大事なカーブですねそしてこの型紙を切りますでこれで型紙が完成です そしたらこれにあの型紙に合わせて、まあ、ざっくりこうしてボロボロして裂けちゃったところなんかも使いすごくかっこいいですよねこういうところの方がジーンズのリサイクルは格好がいいと思いますざっくり切りますこのポケットのところも使ってみます でもまあこんな風になっちゃうんですけどもこれはもうバンドで貼り付ければいいのでそして仕事作業するのにしにくいもんですからこういうポケットの開いちゃうところはこうして安全ピンで留めて作業するといいと思います先ほどの裂けちゃったジーンズこれは、T、下は T シャツなんですけども T シャツをこうして当てて何でも布を 好きなもの、同じジーンズでもいいと思いますジーンズに赤がとってもよく合いますよねボンド貼りするんですけどもこの箸を両側鉛筆削りで削っただけなんですけどこれをん割り箸スティックと呼んでますけどこれがすごくうーんボンド貼りの作業にはこれが一番ですねもう,もうコテコテになっちゃったら捨てちゃって新しい 割り箸でまた作っちゃいます。だいたい半分に折って作ってますね。こうして端の方、端の方とあ今のボロボロしたところもしっかりボンドで貼り付けておきます。こういう口のところ、これもみんなボンドで綺麗に貼り付けておきます。この T シャツをつけた方はあのペロンと1枚だもんですから、もう1枚ジーンズを貼り付けましたけども。 これも好みですから、ペラペラの方が好きな方は1枚でもいいと思います。こうして綺麗に端も全部綺麗に貼り付けました。そしたらもう一回この型紙を当てて、今度は綺麗に印をして、この型紙通りにカットします。このこの作業大事です。そしたら全部をこうして上を止めて、上側 この上の三角斜めになっているところこの今のポイントの型紙のポイントの印のあるところこの上に口金がつきますから釜口のこの上は編まないですねこの下からずっと下からずっとぐるーっと編んでいきますそしてリッパー今回はこれリッパーちょっといるんですけども100円ショップにありますので 100円ショップのリッパー結構なかなか優れものなんですけどもこれを使ってこうして穴を開けていきます大体いい1センチ間隔1センチ間隔ぐらいで表これ分厚いものですから表を開けたら裏もこうしてもう一回見て開けますそしてぐるーっと下の底から これ手を刺さ,さないように気をつけてくださいねすごく危ないですこうしても入れたらこう手を避けてブチッといくっていう感じですかねこうして全部ぐるーっと開け,開けましたでだいたい穴の大きさの目安はこの安全ピン安全ピンでやりましたけど安全ピンが通るぐらいでいいですね そしてジーンズを 1cm、大体 1cm2mm ぐらいの幅で切りました。これ短くても全然構わないです。どっか好きなところ、好きなところ、デニムヤーンっていうんですけども、デニムヤーンにカットします。そして最初、これ 5cm ぐらい、5cm か 6cm ぐらいを残して、そして、これぐるぐると、ただ通すだけなんですけども、 これを通すあの紐、これデニムヤーンでカットしましたけど、これはあの T シャツヤーンでもいいですよね。さっき赤い赤いのはの T シャツをカットした残りだったんですけども、T シャツがもしあれば T シャツヤーンでもいいですね。T シャツヤーンの方がこう通しやすいです。スルスルって通っていくと思います。結構デニムが引っかかるので通り,通りにくいですけども、まあ、ただ通すだけなので、あの たただひすすすら通すという感じですねこれね結構ねじったりしておくるんですけども全然構わないですねきれいにこう表がどうしても表が出た方が好きだわっていう人はきれいにねじらないように気をつけて通すといいと思います途中でこれ終わってますけども終わったらこれを中側中側にこれを入れて 同じ通すところだったところに新しいものを入れて、そしてこうしてまた編んでいきます。全体が編めました。割ときつめに編んだ方が綺麗ですね。それじゃあ先ほどの途中でこう終わっちゃったところ、これを中で結びます。で結び目にボンドをちょっとつけといてもいいですね。完璧です。 さあこの端右端と左端最初に5センチから6ンチ残したこれ最後なんですけれどもそれを最後にぐるっとしたところに通しますで通して引っ張って結構しっかり引っ張ってそしてこれを結んでおきます。この結び目にも、 ボンドをちょんとつけておくともう完璧ですね。いよいよよ口金をつけます。口金の中にこういう紙紐が入ってますのでそれをこの金具の長さに当てて切ります。2本切ります。 そしてたらこの紐にこの中心に印をつけます。これ大事な作業ですよ。口金をきれいにつけるにはこの作業が必要ですね。そしたらこのバッグの本体こちらの上側にも中心に印をつけます。反対側も印をつけます。 そしたらこの端,端から 1cm5mm ぐらい 1cm5mm ぐらいのところにこうして 5mm ぐらいこの時この端のボンドであのしっかりくっついてるかですよね3枚なら3枚がしっかりくっついてるかは大事なところですねでこのボンドが手にベタベタくっつかなくなってきたら56分だと思うんですけども 中心と中心を合わせてこうしてクリップで留めておきます片方ずつやりますただ左側をやったら今度は右側片方を作業してから次をやる次もやっぱり 5mm ぐらい 1cm5mm から 5mm ぐらいをボンドをつけてこうしてクリップで留めてしっかり乾くまで待ちます この口金の中にボンドを入れるんですけども直接あのボンドをギュっと入れちゃってもいいんですけどももうこういうボンドであの大きなものを持っていらっしゃる方なんかはこうして外に出してこの割り箸スティックで中に入れ込みますこの時大事なのはこの内側内側結構太いもんですから厚みがあるもんですからこの両側両側の内側にまんべんなく薄く薄めに ボンドがこれもやっぱり10分から 10, 10分ぐらい10分ぐらいは待,待たないとダメですね。ブニューッと出てこないいぐらままで乾かしますそしたら先ほどのバッグの中心中心をこの口金の頭の丸いところのちょ下すぐ下真下ここが中心になってますからここを合わせてこうして。

これ裾をカットしましまた。ちょうど裾はこれ2枚になってるもんですから丈夫いのでそれにボンドをつけてボンドをやっぱりちょっと乾かしてからここにしっかりと中側に留めつけますそして紐を通す側通す側にやっぱりリッパーで穴を開けます。 かかららもも開開けけて、ててそして裏からも見て開けます。両側同じ大体同じ位置金具を見ればわかると思うんですけども大体同じ位置こうして分厚いところが来てしまったのでちょっとやりにくいんですけどもリッパーで穴を開けます。 でこのひ,もひもはもう何でもいいんですけども T シャツアーンを三つ編みしてもいいし市販の革系のひもでもいいしお好きなのでいいんですけども今回はリサイクルですからそれにこのここのヘム縫ってある脇脇のところですけどもこれもボロボロしてかっこいいもんですからこれを使いますそしてこのバッグはカシメというの 口バッグはカしメという大事な作業があるんですけどもこれを最後にするんですが4箇所これを4箇所これをすることでしっかりとバッグが固定されますそして先ほど開けた穴にこうして紐を通しますどんな紐でもいいんですけどもねつないじゃってもいいですこうしてこれは結んであります。 ここんんななななかかっっいいいいバッグになったんじゃないかなと思います。大きさもちょうどいいかなお祭りなんかにこれ浴衣にも合いますよね今回このペラペラ1枚これ全部1枚なんですけども1枚でも作ってみたんですねこうやってフリルも挟んだりとかしてこれフリル挟んだんですけど1枚だからできたからもしれないですねこれポケットですねジーンズのポケットをそのまま利用して使いました まあポケットの大きさによって違うものですから説明がしにくかったのでこちらではやりませんでしたけども下にフリンジもつけてこの紐もベルトに入ってた紐をそのまま利用しています。こんなのもいいかもしれないですね。